ワシリー・チェア・マルセル・ブロイヤー、ブラー・アイエル、ラヨシ・マルゼッルは、モダニズムの建築家、家具デザイナー。モジュール構造と単一形態の重要性を提示した、モダニズムの父の一人。1902年、ハンガリーのペーチで生まれた。1920年代、ブロイヤーはバウハウスで学び、後に、同行の教官となった。彼は、芸術とテクノロジーの融合を解き、 やがて木工工房を任されるまでになった。後に彼はベルリンで開業し住宅や商業施設のデザインをした。ブロイヤーの最も知られている作品は初めて曲げた金属パイプを使用したワシリーチェアであろう。このパイプ椅子は1925年に自転車のハンドルに着想を得てワシリー・カンディンスキーのためにデザインした。自転車用の工具を使って 簡単に組み立て、分解が可能で、大量生産にも向いていた。1930年代に入り、ドイツ国内でナチスが台頭すると、ユダヤ人のブロイヤーは、ロンドンに移住した。ロンドンでは、イソコン社に雇われていた。当時、ブロイヤーは、自分のチョイスをデザインする際に、ベニヤ板で金属のような曲面を構成することを、試みている。ブロイヤーは、 最終的にはアメリカに移住した。彼はハーバード大学デザイン大学院で建築を教えた。学生には、後にアメリカを代表する建築家となったフィリップ・ジョンソンやポール・ルドルフなどがいる。同時期、ブロイヤーはバウハウス時代からの給油で、ハーバード大での同僚のバルター・グロピウスとともに、ボストン周辺のいくつかの住宅のデザインを手がけている。 1941年5月、ブロイヤーはグロピュースとの協力関係を解消し、自身の建築設計事務所をニューヨーク市に開いた。1945年のゲラーハウスワイはブロイヤーが双眼鏡に着想して、玄関を中心に寝室と、今、食堂、キッチンを両翼に分けてデザインしたバタフライと呼ばれる特徴的な屋根を持つ最初の作品で、これらは モダニズム建築の代表的形式となった。1949年、ニューヨーク近代美術館。以後の彼は曲線美や彫刻的な表現を特徴とするブルータリズムの先駆者として知られるようになった。多くの建築家は彼はコンクリートで柔らかさを表現したと評した。ブロイヤーはしばしば旧パンナムビルの設計者と間違われて避難されることがあった。 パンラムビルを実際に設計したのはグロピュースである。1969年、ブロイヤーはグランドセントラル駅の上にグランドセントラルタワーと名付けた55階建て高層ビルの建設を提案したが、評論家のエーダルイーズ・ハクスタブルはこれを悪趣味な巨塔と呼んで批判した。ブロイヤーの評価は下がったが、結果的にニューヨークをはじめとする全米各地で、 歴史的建造物の価値を認める運動が起こったり、都市景観の保護を定めた法律が制定されることになった。マルセル・ブロイヤーは1981年、ニューヨークで死去した。79歳。ありがとうございます。